皆さんどうもこんにちは、ズーヤマです。ズーヤマのマインクラフト2022、本日もやっていきたいと思います。前回ですね、初期リスの方に以前からいたはずのキャプテン高木というね、馬がいたと思っていたら、いつの間にかどっかね、旅立ってしまったということが判明いたしまして、どうもね、どこに旅立ったかちょっとわからないなというところで、新しくね、こちら、二代目キャプテン高木というのをね、中身にしまして、ここの村の方にね、連れて参りました。はい、ということで、こちらね、初期リスの方に一旦戻ってまいりまして、今回はですね、何をしていきたいかというところなんですが、まあ、ずっとですね、こちらの初期リスの方で、まあ、倉庫、しっかりですね、こちらのかまど装置だったりね、いろんな装置があったり、そしてもうこっちの反対側にも、比較的最近作りました、装置がね、あったりするんですけど、結構デカめのやつをね、ボンボンと作ってしまって、思いのほかね、ちょっとスペースがまた少なくなってしまったなというところで、まあ、今後ね、さらにまだまだ作りたい装置とかたくさんあるんですけど、今のうちからね、ちょっと拡張をまたね、していこうかなと思いまして、今回そのためのですね、整地作業をやっていこうかなと思っております。ということで、本日もやっていきましょう。ズーヤマのマインクラフト2022でですね、現在ね、こういう感じで地図で見るとまあまあすでにね、デカめのサイズ感で拠点ができてはいるんですけど、この左上の部分と右上の部分ですね、ここの壁をもう取っ払ってしまってですね、もうぐるっと全体をつなげてしまおうかなという計画をしておりまして、なので結構ね、大規模な拡張という形で結構ね、大変になりそうではあるんですけど、なので今回ね、この右上部分ですね、地図でいうこのブロックを設置しましてね、高さ揃えていきたいと思います。で、こっちの左側はですね、もうすでにもともとそんなにね、ボコボコ土がないので、まあ、木を刈ったりするだけでまあ大丈夫かなというところで、全体やっていきたいなと思っております。 Z 山のマインクラフト2022ではですね、まず木のね、伐採からスタートしていきたいと思います。それでは行きましょう。そういえばね、最近まあ、元々ね、まあ、持病というか、そういうのもまあ、持病っていうほどでもないんですけど、腰痛持ちみたいなのがね、ちょっとありまして、まあ、年に1回とかまあ、2年に1遍ぐらいね、結構強めの腰痛というか、腰が痛くなるっていう時がね、まあ、訪れたりするんですが、で、それ、まあ、それがね、今ちょうど、なってて、今もうシップ張りながら、整地のね、動画今撮ってますけど、で、まあね、こう、この腰痛っていうのが、まあ、結構ね、もう昔から定期的にね、こういう痛みっていうのがあるから、正直、結構慣れてくるんですよね、痛みに。その、楽な体勢とかもね、こう、自分の中でこう、掴んできたりして、まあ、腰痛に関してはまあまあ慣れたもんというか、そういった部分があったりするんですけど、最近ですね、それプラスやっぱりね、この動画編集とかもね、始めてるっていうのもあって、すごいね、まあ、肩こりとか首あたりとかがすんごい凝ってて、凝ってるんかな、凝ってるっていうか、なんか痛いんですよね。なんかすごい体勢が悪いのかちょっとわかんないですけど、なんか昔にはなかった首とか肩あたりが張ってる感じというかね、めちゃくちゃ痛い。今もだから腰、今腰と首筋ですよね、両方にシップ張りながら今撮影してるんですけど、やっぱ姿勢の悪さみたいなのもあったりするんかなとかね、もともとまあ猫背っていうのもあるけど、なんかこう編集とかするようになって一日何時間もこうパソコンの前に座ってるわけなんですけど、なんかめちゃくちゃ、これもね、月1回ぐらい、なんか月1回か2ヶ月に1遍ぐらいの感じでなんか痛くなってくるんですよね、首らへんとか。いや、こういうのってなんかこう、なんやろ、ストレッチ方法みたいなとかね、あったりするのかな。あんまり調べたことなかったんですけど、なんかそういうのもね、もし首のストレッチとか腰のね、腰痛に効くストレッチとかももしあればね、めちゃくちゃ知りたいなっていうのが最近あるんですけど、うん、おじいちゃんみたいな顔になってますけど、マジで結構ね、深刻というか。なのでね、もし
腰痛に効くとか肩こり首こりに効くストレッチ方法とかね知ってたらぜひコメント欄でコメントの方をねよろしくお願いいたします。助けてください。はい、ということでこういう形で昨日ね伐採完了しましたってことでめちゃくちゃ溜まりましたね。こんなにもあの一部分だけ取っただけで大量の木がね収穫できたということで、やっぱり頭皮の回収効率めちゃくちゃいいですね。うん。 G 山のマインクラフト2022。続いてはですね、この場所をさらにね土を掘って、この高さをこの一番下のこの場所ですね、この高さに、合わせて設置をしていきたいと思います。まあ、でもここもねそんなに大きいというかでっかくない感じはするので、なんか木を取ってしまったらね案外そんなに難しくない量だなっていうのが今ここで見て思ったので、まあ、さっと終わってくれるんじゃないかなと思っております。それではやっていきましょう。結構ね最近もこの向こう側のね整地したばっかりやったんですけど、まあ、こんなにね早くまた整地をする回が訪れるとは正直思ってませんでしたね。うん、なんか思いのほかやっぱ装置って作り出したらなんか大きさもねいろいろあったりしてすぐにやっぱ埋まってしまいますね。うん、なのでね今回みたいにこう結構ね大規模というかデカめの拡張工事することで、まあ将来的に見てね楽になるんじゃないかなというところで、こういう形でね最小限の整地っていうのも、大事になってくるんじゃないかなと思っております。あ、そういえばこのシャベルってあれかシルクタッチつけたんやったっけな、すっかり忘れとったら。今までねこう普通のシャベルシルクタッチついてないシャベルで掘ってたので、こういう感じでね草ブロックを回収するっていうことなかったんですけど、今回新しいこのねシャベルはシルクタッチついてること、今すっかり忘れてましたけど、なのでねこういう感じで草ブロックも回収されるということで、これはこれでねめちゃくちゃ便利だと思うんでね、まあ、なくてもね困らないっていう感じではあるんですけどね、わざわざ草ブロック回収せんでもやっぱ侵食してくれるから、まあ、あってもなくてもみたいなところはね若干あったりするんですけど、まあ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 っていう感じで、でもあったらあったでね便利だと思って。そういえばですね、まあ、最近ねこう今までまあそんなに意識してなかったことがあって、皆さんねこうマイクラの実績ってどうしてるんかなと思いまして、うん、まあねこのマインクラフトね、まあ僕の場合はスイッチでやってまして、まあ統合版という方になるんですけど、そこまでね今まで意識してなかったんですよね。うん、ただですねこのメニュー画面からこちら下の方行くとですねこういう感じで実績っていうのが見れるんですけど、これ左上ね、122分の99完了で、今現在だから 100% のうちの 82% をねこう実績解除しているというのをまず気づいて、なんか意外とこう意識ねそんなに今までしてやってきてなかったんですけど、なんか普通にマイクラしてるだけでなんか意外と実績解除できてるんやっていうのを気づいたっていうのが一つと、もう一つねこの実績で気になったというか、そのさらに、ね、左下の方を見ていくとプレイした時間っていうところが4836時間っていう、思ってこんなにやっとったんやっていうのをねちょっと自分でもびっくりしたというか、うん、なんか最近ふとねこうたまたま、あ、そういえばこんなもあったなと思ってこの実績を見てたんですけど、プレイ時間がまさかの4800時間ということで、で僕の場合ですねこの Nintendo Switch でプレイしてるんですけど、ちょうどねこのマイクラが Switch でね出てから結構すぐから始めたということなので、はい、今ねちょっと任天堂のページでこのスイッチ版のねマイクラがいつから発売されたんかっていうのを見たところ、2018年の6月21日から、スイッチ版のねマイクラが発売されたということで、だからこの日からまあ始めたとして4年ぐらいやってんのか、今ちょうど4年と何ヶ月みたいな感じでやってるんか、
ということは年間で見ると1200時間もやってんの？マジで。さらに、月で言うと毎月100時間やってんのよ。でさらにここから30、まあ、だいたい平均ね1ヶ月30日で割ったら 3.333333 ってことはまあ約3時間ぐらいか。だから、まあ、1日平均ね3時間毎日欠かさず4年間やって4800時間ということで、やばいよ、びっくりした。これ見た時はぁ思って、そんなやっとる思って。1日3時間毎日、いや、やってない時も正直あるんですよ、もちろん。うん、絶対毎日っていうわけではないんで、まあほぼ確かに毎日はやってるんですけど、その放置したりね、あと試作も含めてね、いろいろ、やったりとかで、まあ、このね動画化してるのはまあ比較的最近というか、まあここ1年とかしか経ってないので、いや、だからびっくりするぐらいやってる。まあ、日によってね、多分このやってる時間、まあ違うと思うんですけど、まあ平均したら3時間ぐらいということで。そう思うと4800時間やってるけど、それでもマイクラのうまさと時間ってあんまり比例せえへんのやろなっていうのがね、ふと実感するというか、最近でもね、こう、2、3話に1回倒されるみたいなね、ことがあって、気合い入れな、みたいなことを言ってた時期もあったりとか、ありますし、うん、4年やってるからといって、別に、めちゃくちゃマイクラがうまいかって言われるとね、そうでもないっていうのが、若干悲しい現実ではありますよね。G 山のマインクラフト2022。でですね、まあ先ほどのね、まあプレイ時間とうまさはっていう、言いつつも、やっぱりね、これだけまあ長いことね、統合版というかスイッチで、こう、マイクラをね、プレイしているということで、やっぱりね、この実績っていうのもしっかり、なんか、ちゃんと解除してしまいたいなっていうのをね、ふと思いまして、うん。こんだけプレイしとうのに全然実績残ってるやんって、なんか、あんまり強みじゃないもんね。うん。だ今まで意識してなかったから結構こんだけ残ってるっていうことなんで、うん、やっぱり4年やってるっていう、4800時間プレイしてるっていう、こうね、自信を持つためにも、ちょっとね、今シーズン中にこの実績解除っていうのもちょっと目標にやってみようかなと思います。なんかね、そういうの最近ね、こうマイクラの新しい目標みたいな感じで思って、やっぱこれだけプレイしとるんやから、実績ぐらい解除しておきたいなっていうね。もしかしたらね、もっとすごい人たちもたくさんいるとは思うんですけど、プレイ時間にしても。でも4800って結構やばいよな、なんか。やばいかどうか知らないですけど、自分的にはなんか思ったよりやってんなと思って。それぐらいハマってるっていうことでもあるんですけど、マイクラをね、楽しくてやってるっていうことではあるんですけど。でも、なんかこうアップデートでね、こう新しい実績とかも多分どんどん増えてきているっていうのもあるんでしょうけどね、解除しきれてない理由というか、まあ、いろんな要因があるとは思うんですけど、あ、そういえばあれやん、まあ今更、あ、まあでもほとんど土やったからあれやけど、ビーコン立てていてもよかったかもなっていう、今ふと思ったんで、どうしようかな、ビーコン立てるか、今更ですけどね。まあ、さっきまでほとんど土やったから、まあ、正直なくてもいいんやけどなっていうところはあるんですけど、まあ、せっかくなんで OK ということで、こちらね、勤勉1時パワー2時パワーで勤勉2をねつけたいと思います。いきます、せーの、ポン OK。 よし、では残りね、サクッと終わらせていきたいと思います。 GO。 いや、やっぱ柔らかいな。まあ、ビーコン設置した間に削れた説も若干あったけど、これだけ、たったこれだけやとね。うん。まあ、それでもね、あるんとないんとでは、やっぱ、でもせっかくあるんやから使っとかんとなんかもったいないですもんね。逆になんかあんまり使うタイミングが今のところないので、このビーコンっていうのもね。でもここにね、ちょうどこの石製造機とか玄武岩製造機もあるんで、ちょっとね、今後ここつなげるんですけど、その後ね、ビーコン置き場みたいな場所も
作っておいてもいいかもしれないですね。うん、この採掘速度を上げるようなやつとこの辺とかに1個ねポツンと置いておいて、そうすると石製造機とか玄武岩製造機も早く掘れるようになるんで、うん、そうしようかな。なので、まあ、ここがね整ってからねまた設置しようかなと思います。でビーコンもね、なんやろ、重くなっているような気がするんですよね。ビーコンパワーがついくのはいいんですけど、なんか重くなってる感じがするから、なんか使わんときはオフにするみたいなね、なんかそういう装置化できれば一番いいなみたいな若干思ったりするんですけど、使うときだけオンになってみたいな、なんかそういうのもちょっと考えてもいいかもしれないですね。埋め込み式にするかやな。うん、ちょっと今度やろっかな、ビーコン埋め込み装置ね。 OK、 ということでこういう感じで設置完了しました。ジーヤマのマインクラフト2022。はい、ということで今回ねこの辺で終わりにしようかなと思います。まあ、今後はですね、先ほども言っておりました、実績解除の方もね意識しつつ、こちらの初期リスであったりとか、あとはね村の方の発展などもねどんどん頑張っていきたいと思っておりますので、皆さんもねこれからも応援の方よろしくお願いいたします。ということで、今度が良かったよとか頑張れよって思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録そして高評価の方もよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。